ハ電デン氏は、律令制において、ハ電収受を行うために、刑を呼び、機内諸国に派遣された官員を指す。諸国のハ電は、その国の国士が従事したものであり、時にはそれに先立って、天平法寺4年正月に任命された、巡察士のように、カセダのための死者が、中央から派遣されることもあった。この時の巡察士は、カセダ駅氏とも呼ばれている。 これに対して、京や機内においては、特別に朝廷から国別に、カセダのためのカセダ氏と、ハンデンのためのハンデン氏が派遣されている。以降、中央官人がハンデン氏に任じられ、ハンデン塾地長に基づいて行っている。ハンデン終了時には実施結果をタズ長に作り、民部省に報告することになっていた。市以四等官のほかに、多数の三氏や文みによって構成されており、 これは旧世紀の元行3年まで続けられたことが判明している。その派遣は日本書紀によると、地頭天皇6年に9月の騎手の1日真中に、ハン大ンダイブ等を4機内に使えすとあるのが最初で、アスカ・清見原の例の半ン修持法を初めて実施するためのもので、前年夏に新上された行員粘着に基づくハンが行われたことが知られている。その後、 しばらく記録に、反電子のことは、現れず、反年は、文武二年、慶運二年、和道三年、霊気二年、養老七年の五回あったわけであるが、俗に本気の天平元年に11月期日慶と都機内との反電子を任すから、再度支所に現れている。これはこの時の反電が、人気六年三月の大乗換装により、全国の区分伝を就校し、 再反旧されているといった事情があったものと推定される。俗に本記の範囲内での資料は以下のようなものになる。天平元年の反伝の時に使い火の桂つら技能を山城の国より薩明館明部等のところに送りしうた一種とあり、当時左大便であった桂つら技能が 山城の国半伝子に任命されたことが知られている。また、同じく、万葉集巻、第3、443の大誌天平元年騎士、摂津国の半伝の文みお上武流もる自らへ来て、死ぬる時に、方眼大友すくねみなかの作る歌合わせて短歌より、この時の半伝子には、使いの下に、方眼文みおが加わっていることもわかっている。なお、 この時竹降りマロが自殺したのには、この時の反伝のやり直しが、ことの他心身を消耗する激務であったことを示している。以上は、実務担当者の列記名で、長官、次官についての資料は存在していない。他、死別に、方願二人、左官二人が追行している。ありがとうございます。